今年も大好きな RPG をたくさんプレイしたドグマ。その中でも今回はいろいろな激戦を集めてみました。まずはファイナルファンタジー16の発売記念として挑戦したファイナルファンタジー1を16時間以内でクリア企画より、ストーリー中盤の氷の洞窟のシーン、これが確か落とし穴なんだよね。で、落とし穴は通過できないので、落とし穴の中にあるあのアイテムを取りに上の階まで行って落ちてくるのが確か正しいルートだったと思います。なのでとりあえず落とし穴以外のアイテムをここで取るのかな。うわ、出た、やっぱり出るか。宝箱の前には固定モンスターとの戦闘が発生する。でもこれ逃げられないもんね。もうやるしかないか。こいつってアストスの色違いやから、めちゃくちゃすげえ多彩な魔法を打ってくるんじゃない。落とせ落とせ、よっしゃー、倒した、オッケー、やったね。固定モンスターを倒したのに、なぜかタラコから遠ざかってしまう。じゃあ今度こっち行きます。めんどくさい敵と遭遇し、落胆のドグマ。もう出た、これ逃げれる。このモンスターが逃げれるかどうか視聴者に確認していると、ついに気づいてしまう。あ、そうか、宝箱。またやっちゃった、宝箱開けてない。いや、俺やっちゃうんだよ。敵倒したことで安心して宝箱開けずに行っちゃうんだよね。じゃあもうこっち再度宝箱の元に戻るも、倒したはずの固定モンスターは復活しており、再び戦闘。え、はぶな、もうやだ、もうこの洞窟やだ。落とせ、うっ、即死魔法デスを受けるも、一人の犠牲でなんとか勝利。手間をかけて再び戻ってきた宝箱の中身とは。おい、また騙された、もうふざけんなよアホ。同じくファイナルファンタジー1より終盤の浮遊城宝箱部屋のシーン。まあ来ちゃったから取るよ。うわー、まあいいか、ミスリル兜をポイしていいのゲットすればいいんや。よし、これポイ、ざまあ見ろアホ。よし、いいやつ来い。やった、守りのトンマ来たね。守りのトンマ、これはいい。ミスリル兜を捨てて宝箱から良い防具を手に入れるも、再び持ち物がいっぱいで宝箱を開けることができない。これはどうしよう。いやー困った。どの装備品も良いものばかりで厳選に悩むドグマ。いやー困ったさな、これは。うわ、もうなんで、もうちょっとおめえ袋よ、ビニール袋用意しとけよな。悩みに悩んでドグマはようやく決断する。じゃあもうこれしょうがないよね。ちょっと守備力というか状態異常が弱くなるけど、まだ購入可能なので守りの指輪を捨てるしかないね。購入できるので、じゃあ行きます。うわー、もう守りの指輪を捨ててまで回収する宝箱の中身とは。すっかり忘れとった。せーの、
このクソ終盤へ来てのフック。続いてはドラゴンクエスト4のラスボスデスピサロ戦。いきます。やっぱりこの人たちバカかも、この人たちバカかも。ドラクエ4は AI 戦闘を搭載しており、主人公以外の仲間のコマンド選択はできず、思うように動いてくれない。しかし運よくクリフトとブライがスクルトとバイキルトを唱え、仲間の守備力と攻撃力を上げることに成功。徐々に攻撃を当てていき、デスピサロ第4形態まで到達。そしてミネアが敵からのダメージを半減できるフバーハを唱えるも、デスピサロはすぐさま凍てつく波動を出し無意味に。ちょっとその後はないでしょう。その後はない。フバーハを諦めたドグマ、ミネアをアリーナと交代し、デスピサロは第5形態へ。ここまで順調のドグマ、アリーナとノリアキの会心の一撃が連発し、第6形態そして最終形態へ追い込んだ。最終形態となったデスピサロ、今までとは違い牙を剥いてくる。これはいかん。2連続の激しい炎でクリフトが死亡、そしてパーティーは一気に瀕死状態へ。いやーいかん、これはいかんな。クリフトをミネアと交代するも、ミネアが放ったフバーハをすぐさま凍てつく波動で無効化するデスピサロ。クソが。再びミネアがフバーハを唱えるも、デスピサロの攻撃でミネアが死亡、そして凍てつく波動でフバーハを無効化する。ちょっとマジ一発かよ。ミネアをアリーナと交代させ、物理でデスピサロを追い込んでいく。よし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 、バカ。よしよしよし、いい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 。全体回復をしたいドグマ、しかしノリ焼きの MP が足りない。大丈夫、1個ある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 。ナイスナイス、バカジジイ、ナイス。よしよしよし、ジリ貧だブライ。じゃあブライが行った。デスピサロの連続攻撃でブライもここで死亡。ブライが行った。くー、これはもうマーニャ呼んで。くー、なるほど。ブライとマーニャを交代させ、祈りの指輪でノリヤキの MP を回復する。凍てつく波動がラッキーターンやな。よし、マーニャじゃない方がいいか。ここはいかんな、自動回復があるからきついな。ただうわ、代わりがドランかトルネコしかいない。これはまいたな。トルネコかよ。これドラン呼んで壁にした方がまだいいか。最後のベホマズンで全体回復し、よしよしよし、マーニャとドランを交代させた。いや自動回復があるからマジ厳しいな、これもうしょうがに行くしかないな。もううわ
なったら1か8か。ここで作戦を攻撃重視のガンガン行こうぜに変更し、覚悟を決めたドグマ。行こう。これは厳しい。自動回復入ってるな。こらいかんな。くそ。アリーナ行けよ。おめえはバカだな。もう行けよアリーナ。かー、こーら厳しいだ。よし、おーやーだ、だほんせーシャイ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 スーパーギリギリスーパーギリギリスーパーハイパーロマンシャイ。ファミコン40周年を記念してニコニコ生放送ぶっ通し企画でドラゴンクエスト2に挑戦。ストーリー終盤、有名なロンダルキアの洞窟に低レベルで到着。さあ皆さん、ロンダルキアの洞窟来ました。ドラクエ2が宇宙一好きと豪語するドグマ、記憶を頼りに落とし穴を回避しながら進んでいく。これ俺のね、絶対落とし穴に落ちないこのノリくんテクニック見せつけていい。右左やから今度右だわ。絶対右、右左右。シェイシェイイエスシェイシェイ。でここを通ってなんか前も落ちた気がするおい、そこは知らんもうちょっとそこ知らん。今初めて落ちたわこんなとこ。2回連続落とし穴に落ちた。テンション下がり気味のドグマ、さらに追い打ちでムーンブルクの舞妓がここで倒れる。さらにさらに追い打ちでローレシアのノリアキもここで倒れ、洞窟踏破はほぼ不可能な状態に陥る。ダメだよ、トンヌラはもう死んでるのと一緒だよこれもうしかしドグマはリセットせず、敵のエンカウントを折る牛歩作戦で踏破を目指す。フラグを折りながら行くわ。よしよしよし、ここで右行けば大丈夫。よし、トンヌラすごい今緊張感やろうね。これ本当に意味あるかもね。あ、この後が怖い。でも出たらしょうがない。祈ろうみんな。よし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 。この後もゆっくり着実に牛歩作戦を行い、なんと一体の敵も出さず洞窟出口の手前まで到達。
やったよ、すごいよ。よっしゃ、こっから今と同じ方法で行きましょう。北の祠に着くまでがロンダルキアですからね、一個ずつ刻んでいきましょう。この勇者トンヌラ法を使えば、これは時間かかりますけど、トンヌラならやりますよ。ちょっと時間かかるけどいい、もうこうなったら関係ねえ。このやっぱトンヌラ一人で突破する、これに意義があるな。これ俺トンヌラのこと好きになってきたな。北の祠に向け一歩ずつ着実に進むドグマ。しかしここでとうとう出会ってしまう。トンヌラは勇者だ。これはね、トンヌラは勇者なんすよ。今この35年間でトンヌラが一番輝いてる時ですよ。そうなんです。しかしトンヌラの輝きを邪魔するあいつらが再びやってきた。トンヌラは生きる。トンヌラは生きました。ここからはトンヌラが一人で祠にたどり着けるかノーカットでご覧ください。みんなトンヌラに力を。
らが真の勇者に、スーパーロマンシェン、この後もハーゴン城では幾度となく連敗を繰り返し、挑戦開始から約45時間、ようやくラスボス指導のもとに到着。HP MP 隠し野郎、指導のワンパンで舞妓が倒れ固まるドグマ。これはもう攻めるしかないね。なのでトンヌラは全力でノリアキを回復していき、もうベホマが来ないこと祈るしかないね。これは会心は出ないので、よし、沖ベホイミを選択します。ノリアキを守りに行きましょう。これは非常に攻撃的な選択です。トンヌラがノリアキにベホイミを唱え続け、攻撃を繰り返す作戦。果たして、いや、これは最大に攻めたね。最大に攻めましたよ。何にも恥ずかしいことなどない。行きましょう。再び指導のもとにたどり着いたのは20分後。攻撃ルカナン、指導にルカナンを当てたいところだが、何度やっても効かずダメージだけが増えていく。ちょっと待てよ、一ターンでも自分で力の盾を使ってしまうと、やっぱベホマ使われる可能性があるからね。よし、攻めよう。ようやくここでルカナンが入るも、指導の全体攻撃で危ない状況。よっしゃ、入りましたよルカナンが。さあこっからが勝負だな。このまま攻めの姿勢で進むドグマ。しかし指導の炎でトンヌラがここで死亡。この後もルカナンの重ね掛けに成功するも、回復が間に合わず舞妓もここで倒れ絶体絶命な状況。い
直接攻撃が来ると死ぬ。多分炎が来れば生き残るか、力の盾を使うか、攻撃にかけるか、2回先制が取れれば計4回ダメージは入る。まあでもこれは運ですけど、っていうことは整理すると、力の盾で HP980 いくつか90になったところで、多少延命するだけだとすれば、炎が来ることを考えて2回先制すれば勝てる。だからもう非常に追い込まれてますけど、行くしかないですね。わかりました。なるほど、よし。もう何も、僕は戦って負けた、何も恥ずかしいことはないです。そしてこの後も指導のベホマ率の高さや畳みかける連続炎攻撃で連敗を重ね続ける。気づけば指導戦開始から2時間経過。するとここでドグマがあることに気づく。え、何時？もうこれ最後か。これ最後だね。まあ、急ごう。ごめんなさい。最終決戦を迎えたかもしれません、時間的に。放送終了まで残り15分、戻し作業に最低でも20分かかるため、これが最後のラスボス戦。負ければ挑戦失敗。ここからはノーカットでご覧ください。いやあ！いやあ！いやあ！ハイパーロマンシェル！もうおかしくなっちゃう。